はい、皆さんこんにちは。ここは羽田空港第2ターミナルです。今回は SF 新修行で羽田那覇間を2往復したいと思います。以前の動画では羽田那覇を1日で往復したことがありましたが、今回はその倍、1日2往復です。1日2往復となりますと、朝の羽田の出発時間がかなり早くなりますので、今回は羽田空港に全泊したいと思います。羽田空港に全泊といっても、空港のベンチで寝泊まりするわけではありません。空港直結のホテルに宿泊します。そのホテルがこちらです。羽田エクセルホテル東急です。このお部屋は1泊9,800円。この立地を考えれば破格の安さで泊まることができました。部屋の中はビジネスホテルとしてはかなり綺麗な方だと思います。ペットボトルが1本置かれていました。これはありがたいです。その下は冷蔵庫、中身は空っぽでした。その棚にはテレビ、そして小さな丸テーブルと椅子がついています。まあ、シングルとしてはまあまあ広いんじゃないでしょうか。なお今日の部屋は格安プランだったので、部屋からの景色は全然でしたけれども、滑走路が見える部屋というのもあります。お金に余裕がある場合おすすめです。あとはバスルームを見ておきたいと思います。まあユニットバスですね。ただ割と広めのユニットバスで、トイレもお風呂も綺麗でした。それでは今日は翌日に備えて早めに寝たいと思います。明日は羽田沖縄間を2往復します。それではおやすみなさい。おはようございます。朝6時半を過ぎました。外はもう明るいです。7時35分発の飛行機に乗るため、これからホテルをチェックアウトします。ホテルをチェックアウトしまして、こちらの自動ドアの向こう側、羽田空港の搭乗手続きの窓口となっています。はい、それでは本日の工程を説明します。まず今乗っています1便目は羽田7時35分発那覇10時35分着のプレミアムクラスの座席です。そして次乗ります2便目は那覇11時25分発羽田13時40分着、これもプレミアムクラスの座席となります。続きまして2往復目3便目は羽田14時30分発那覇17時30分着、今度は普通席となります。1便目から3便目まではおそらく同じ機材だと思います。そして最後4便目は那覇20時5分発羽田22時20分着の普通席となります。3便目と4便目の間少し空いています。今日はこういうわけで羽田那覇間を2往復するわけなんですけれども、1日2往復ということで、今回はスキップサービスが利用できません。友人の窓口で搭乗手続きをする必要があります。ここで搭乗手続きを行いますと、4便すべてのチェックインが可能です。制限エリア内にいる限りは保安検査を受ける必要もなくなります。やはり1日2往復というのは珍しいんでしょうか。受付のお姉さんが少しあたふたしていました。ただ先輩のお姉さんが出てきて無事手続きは完了しました。では午前7時35分那覇に向かって飛び立ちます。今日はここを2往復します。那覇空港までは3時間ちょうどです。今日はあいにくの曇り空、少し雨も降っているようです。すぐに雲の中に入ってしまいました。今日は景色はあまり期待できません。あっという間に雲の上に出ました。雲の上は青空です。今日は景色はダメかなと思ったんですけども、なんと富士山見えました。雲が富士山より低い位置にあったんですね。雲海と富士山、素晴らしい景色です。富士山の左側だけ雲がないです。機内食が出てきました。この時間は朝食です。サンドイッチなど軽めのメニューが出てきました。朝食を食べ終えた頃には雲がなくなっていました。名古屋付近の上空を飛んでいます。これは中部国際空港セントレアです。実はセントレアには今まで一度も行ったことがないんですよね。この SF 新修行の途中で立ち寄ることはあるでしょうか。今のところまだ予定はないです。東京にいますとセントリアに行く機会というのはなかなかないんですよね。これは木曽山線だと思います。東から順に木曽川、長良川、揖斐川、河口付近では長良川と揖斐川が合流してしまっています。ここの
ところで揖斐川と長良川が分かれてますね。飛行機は現在紀伊半島上空を飛んでいます。紀伊半島から先は海上をショートカットして沖縄に向かいます。こちらは和歌山大阪方面です。さすがに大阪までは見えないですね。陸地からは離れたところを飛んでいます。現在は高知県の南の海上です。島が見えていますけれども、現在奄美大島の上空を飛んでいます。海の色が少し南国っぽくなってますね。これが奄美空港です。どうやらこれは沖縄本島のようです。沖縄は晴れています。沖縄も自然が豊かなイメージありますけれども、建物も多いです。飛行場も見えますね。あれは那覇空港ではありません。米軍の基地でしょうか。こちらが那覇方面です。奥の方に見えますのが那覇空港です。着陸に向けてだいぶ高度が下がってきました。それにしても沖縄の海は綺麗ですね。今日は天気がいいのでより綺麗に見えます。まもなく着陸です。それにしても今年3回目の沖縄ですので、もうさすがに感動はなくなってきました。横浜や千葉に行くのと同じような感覚になってきました。それでもこの海は何回見ても美しいです。帝国通り那覇空港に到着しました。さてこちら32番ゲートで降りたんですけれども、次の飛行機もこの32番ゲートから出発します。搭乗手続きは羽田空港で済ませていますので、那覇空港の場合は乗り継ぎの手続きとかはなく次の飛行機に乗ることができます。それでは少し長くなってしまいましたので、続きは次回の動画でお届けしたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いいたします。